敵が敗走していきます。下せぬな。このような攻め方最初から結果は見えていたはず。これが上昇無敗の鷹の段、白い鷹だと。何をしておる、ボスコーン将軍。ゲノン総督。敵は敗走していくぞ。ミスミス勝機を逃す気か。ああ、しかし…ふん。皆に告げぬ。敵大将、白い鷹のグリフィスを捕らえた者には思いのままの褒美を取らす。ただし、必ず無傷で捕らえるのだ。よいな。総督、そのようなことを軽々しく約束されては兵どもの抑えが。ボスコーン将軍、大義であった。今よりはこのゲノンが指揮を取る。キコーラ、司祭聖騎士団は友軍と共に鷹の段を追撃し、速やかにグリフィス卿を捕らえよう。やむを得ん。これより敵追撃を開始する。あれ、全部相手にしようっての俺たち。陣形を整えろ。後ろは川、逃げ場はない。命を捨てろ。それ以外に生き残る道はない。生き残れば俺たちの勝ちだ。予定通り、奴らは餌に食いついてきやがった。何もかもお前の手のひらの上ってわけだ。いつもそうだったが。ここから城内へ入れる。すべてグリフィスの情報通りだ。英国貴族の誇りにかけても慰み者だ。またお前か。本当にゴキブリ並みの仕草だな。
だ切り込み隊長。ガッツ。敵に全滅させられたという話、まんざら嘘でもないようだな。生きた心地がしねえぜ。死ぬ気でかからねえとやられる。あの時ほどじゃねえ。あの時ほど絶望的ってわけじゃ。何をしておる。まだグリフィスを捕まえることはできんのか。すごい。これでは近づいたら剣風に巻き込まれるぞ。ボスコン、うろたえるでない。数で勝るは我が方。各隊、陣形を。なんだ、あの旗は。そんなバカな。まさか城が、あり。まだわかんねえのか、ボケ。大将はくたばった。城を撃ちて隣は決まってんだろ。負けたんだよ、てめえらは。勝ち時だ。勝ち時をあげろ。待ってました。容赦するな。バカ者、誰が引けと言った。総大将はこのわしだ。止まらんか。命令がわからんのか。おい貴様、戻れ。戻らんか。その眼差し。どうした。なぜ黙るのか。敵味方に分かれたとはいえ、片時もお前を忘れたことはなかったぞ。求めるのはいつもお前の影ばかりの。グリフィス、なぜそんな目で見る。まさか恨んでおるのか、このわしを。お恨みなどしていませんよ、閣下。むしろその逆です。あなた一人を垂らし込むことで何百人もの部下を養うことができた。危険な戦場に送ることなく、あなたは我々の命の恩人です。グリフィス、お前は。私の目にすがる部下に対し、私ができることはただ一つ、勝ち続けることです。そのために手段を選びません。あなたはそんな私の歩く道端に転がっていた、ただの石ころです。貴様、